まず最初に画像構築法とその読絵に関して説明します。画像構成にはいくつか種類があります。一般的に用いられるボリュームレンダリング、そして CPR と呼ばれるカーブドプランナーリコンストラクション、その他ルーメンビュー、アクシャルイメージというものも用いられます。また、暗業ミップもよく用いられる方法です。 今回私たちがお勧めしたいのはスラブ MIP 法という方法になります本編ではこの方法を用いて画像を説明してまいりますまずボリュームレンダリングですが心臓の表面から見て冠動脈を評価する方法です冠動脈の形態は実際と全く同じものになりますが見る方向によっては血管の狭窄 もしくは病変といったものを見逃す可能性がありますので血管の強削評価に関しまししままてはは必ずしも有用とは限りませんただし見た目が本物とそっくりですので患者さんへの説明には有用だと思います。でこの画像を4つのポイントから評価しますと解剖学的な理解としては非常によく理解できますがプラークの評価は基本的にはできません。強削の評価も 正確にすすることは難しいですそして画像作成に関しては実っさんに作っていただかないといけないのである程度の労力を要します次に CPR 画像を示しますこの画像は比較的本来の冠動脈に近い形態をしておりますが血管を平面に伸ばした画像になりますので必ずしも同じ形態にはなっていません。したがって 感動脈造影とこの画像を対比させることは時として難しいことがあります。CPR 画像はこのように血管の狭窄そしてプラークこの両方を病出することができますので感動脈治療ににおいてては非常に有用な情報を与えてくれます最近のワークステーションは性能が良いのであまりこういったことはないかもしれませんが CPR のピットホールとしては 結果の内腔の真ん中がトレースできてないと強作がないところを強作と思ってしまうことがありますこの二つは全く同じ血管ですけれども左の画像では強作があるように見えてしまいますが右の画像では中等度強作です CPR 画像の特性としては解剖学的には形態が変化しておりますので必ずしも理解が良いとは言えません しかし狭窄度そしてプラークというものが明瞭に表示されますのでこちらの評価は十分可能ですただし先ほどの VR 画像と同様に画像作成をぎっさにお願いしないといけないという点では画像作成は必ずしも容易ではありません次にルーメンビューを説明しますルーメンビューはこの CPR 画像をまっすぐに伸ばして血管を直線化した画像になります これはほぼ CPR 画像と同じような評価ができますけれども形態が全く冠動脈と違う形態になりますのでその点では感動脈このルーメンビューに関しましては CPR 画像と同様な画像特性ですが解剖学的評価が CPR 画像よりもやや劣ります。しかしかプラーク強度というものは 明瞭に描写されますのである程度評価が可能です最近よく用いられる画像としてアンギオミップという画像がありますこれは冠動脈内の造影剤のみを描写した画像になりますですので基本的には CAG と全く同じ画像になりますこれを CAG と同じような方向から観察すると簡易的な CAG として用いることができます ただし内腔だけの描写になりますのでプラークの評価は不十分となります暗行ミップの画像特性としては解剖学的理解は非常に良いのですけれどもプラークは描写されませんまた強作度も枝の重なりなどがある場合には評価が不十分になることがあるので注意が必要です画像作成に関しては前述の画像と同じように 技師さんにお願いして作っていただく必要性があります最後にスラブミップの説明をしますご覧の右側の画像がスラブミップになりますこれは左の CAG と比較すると全く同じ形態で病変の局材も理解できますしそしてプラークも描写されますスラブミップは形態、内空、プラークこれらすべての情報が含まれていますので 冠動脈病変を理解する上で非常に有用だと考えていますまた冠動脈造影と全く同じ画像を作成することができるという点でも非常に有用な方法だと考えていますただ難点としましては自分自身で操作をしていかなくてはならないのでそこに慣れることが一つの問題と言えるかもしれませんスラブミップの解説をしますスラブミップは 決して特殊な画像構成法ではなくこのように薄いスライスの画像を重ね合わせてボリューームデータを作成します。そしてこの3次元的なボリュームデータをあるススライスで切り出します。そのスライスの中に冠動脈が入るように合わせて画像を作成するとこのように血管が描写されます。 しかし三次元的な画像をスライスしますので一つの平面の中に冠動脈がすべて収まるような画像を作成することは不可能になります。ご覧のように RCA の末梢を描述しようとすると近異部はどうしても画像の中には入ってこない。そういった画像になります。またスラブミップはある程度厚みのあるデータになります。この厚みはもちろん調節できますけれども 厚みを厚くすると多くの情報が入りますが、それによって不要な情報も含まれてきます。我々はこの厚みを5ミリ程度で通常観察しています。スルーブイプの画像特性としては、解剖学的理解は非常に良く、そしてプラークも描写され、強削度も描写される 画像作成は、技師の両録に頼ることなく、自分で作成できますので、非常に簡便に作ることができます。ただし、ワークステーションを操作するという方法に慣れることが、一つのポイントにはなります。最後にまとめです。各画像別の特性をお示しします。このように、形態が本来の冠動脈と全く同じものというのは、VR 画像、アンジオビップ、スラブミップになります。 ただし内空評価が十分できるものとしては CPR 画像アンジオミップスラブミッププラークが病出されるものは CPR 画像そしてスラブミップ。簡便性に関しては誰にとって簡便かという点で評価が異なりますが医師にとって簡便だという観点では VR 画像 CPR 画像アンジオミップというものは簡便にはなります。スラブミップは 医師自身が画像を操作しなくてはならないので、簡便化というと決して簡便ではありませんが、技師さんにお願いして画像を作っていただく手間が省けるという意味では簡便なのかもしれません。また、自分が見たい画像を作ることができますので、そういった点では非常に有用ではないかと思っています。